本日は韓国文化紹介。いよいよパチンコですね。世界中の移民が共感する在日三大市、Apple TV のパチンコ。ついに見たんですね。最近、iPad を契約したので3ヶ月間無料なんですよ。そうですか。それで見ることができました。ただしシーズン1だけです。まだ私は見ることができてません。いやー、素晴らしいですね。でもやっぱシーズン2は多分このままシーズン2見るためにはやっぱりアプリにお金を払わなきゃダメですね。まあ、それが Apple TV の戦略らしいですよ。まあそれが、でも確かにこれはね、アップルがネットフリックスとかディズニーに勝つために作った売りの番組なんですよね。パチンコが。いや、それだけのものがあると思いました。ね、本当にこの在日という、一つのコンテンツが、こういうふうに世界的に広まるっていうのは誰も予想してなかったんですけど、こういうふうな形で世界に知れるようになりました。では、韓国文化紹介。待世望界の。中の移民が共感する在日二世紙、Apple TV の三大師です。三大紙ですね。パチンコ。こんなね、まあ、ポポススターター。みたいなのがあれば、こういう、もうこれだけでね、わかりますからね、パチンコでね。まず、プロモーションビデオを見て、まあ、見た方たくさんいらっしゃると思うんですけど、見れば大体中身がわかると思います。じゃあ、あちらのまず予告編ですかね。じゃあ予告編をちょっと先にご覧になっていただいて、それからちょっと、説明をしていただこうと思います。まあ、こういうページになってまして、下に置いていくと、まあ、意味のですよね。いい意味の、だから僕もあんまり知らないんですけど、いい意味の大スターのいい意味の、それから、アカデミーを取ったユン・ヨジョン。でも、そうそうたるやっぱりキャストを使ってるんですよね。で、大事なのは韓国映画じゃなくて、韓国ドラマじゃなくて、アメリカのドラマなんですね。というところから、見ていただきたいと思います。だから、この前に、このパチンコのユニュージョンさんが、ミナリって、それもアメリカの一応ドラマ、資本で作られたものでね、受賞してますんで、本当に。まあ、いかにだからね、アップルが気合を入れてね、このドラマを作成したかがわかると思いますね。じゃあ、予告編いきます。아가생길 기다. 꼭 버티낼 기다. 後でこれ日本語に直さなきゃいけないですね。반드시헤쳐나갈 기다. 기억하고 싶어 동서 얼굴들도 상상해본 적한 번도 없어? 다른 선택을 했다면 어떻게 살았을지 환매오 왜 그래요? 선자 씨에게 평생 살아온 고향을 떠나서 새로 시작하자 한다면 그럴 수 있겠어요. People like us, we don't need to walk in our family's shadows. 제가 밤낮으로 일해가 손톱이 다 부러지고 내 안은 부족한 거 하나 없이 키울 겁니다. 절대 뒤돌아보지 마. 앞만 봐.
どうぞ。舞台は、1920年生まれの主人公が、韓国プサンで生まれて、1910年ですね、生まれ。で、その1930年からに大阪の生野区に移民してくる。で、このだから日本の植民地時代ですね、1910年代から30年代の時代と、それからバブルの時代の日本、東京、大阪、1989年ですよね。この舞台を同時並行で交互に進んでいくという、並行して進んでいくという構成なんですよ。で、だからね、非常に飽きない。で、その、おばあちゃんの方の、だから1980年代の、主人公の、ソンジャさんを演じてるのがアカデミーを取ったユン・ヨジョンさんなんですね。はい。で、まあ、少女時代はその若い女優がやってるんですけども、いや、これね、ミナリ僕も見たんですけど、ミナリでユン・ヨジョンさんがアカデミー取りましたよね。じゃあ絶対これ取れるよっていう、取れるだけのね、中身があるなっていうふうに僕は思いました、このドラマに関しては。で、アップルがやはりネットフリックスに勝つために作ったっていうだけのね、ドラマであるだけあると思うんですけども、あとアップルの知名度、アップルの、なんかアップル TV の、だからシェアがどれだけ伸びるかによってかかってくると思うんですけども、で、韓国で、レビューを聞いてたときには、あまりこの政治的な背景、慰安婦問題とか、日本の戦争下での、その強制動員の話は少ないっていうふうには聞いてたんですよ。韓国のレビューを聞いてたら。全然そんなことはないですね。そうですか。はい。まあ、それは触れざるを得ないし、まあ、逆に言えばやっぱり、これアメリカだけじゃなくて、その全ての移民の話、どこの国から来た全ての移民にもやっぱりその共感を呼ぶ話として大ヒットしてるんですけども、その中でもやはり日本であった、慰安婦問題だとか、それから関東大震災の時の朝鮮人虐殺ですよね。それってやっぱかなり世界史的なエポックなのかなっていうふうなことを感じました。だからそういったこともありながら非常にやっぱりね、ドラマ、すごい劇的にドラマが進んでいくので、いや、やっぱり、ものすごく苦労した一世のアボジオモニと、それからそこから頑張って、経済的にもやっぱり豊かになった人もいるっていう、二世っていう意味では、サーフォンさんものすごくなんか共感するんじゃないかなと思いましたね。幾野のシーンが出てくるということで、それで、プサンの人が幾野に移住するって、どのくらい火ついたのかなって、ちょっとそれは疑問なんですけどね。幾野って、最終堂の人が多いんですけど、実は、町名で、春春南土町、中西南土町っていうのがあったんですよ。幾野の中に。で、春春南土の人が集団的に来て住んでた地域があったんですよね。それで、圧倒的にやっぱり最終堂の人が多いんですけど、プサンの人もね、プサンの人がどのぐらいいるかっていうのはわかんないんですが、そこら辺はドラマですからね、現実とどこまでマッチングしてるのかよくわかりませんが、ただ、本当に見てみたいと思いますので、やっぱりね、それで僕もそれで、ちょうど今3ヶ月間やっぱアップル無料なので見るんですけども、なんでシーズン1がここで終わんねんっていうところでやっぱ終わるわけですよ。これね、シーズン6までなんかもう準備されてるらしいですよ。何シックスなんです6、えー、ね。シーズン6、4かね、6までね、準備されてて、もう最初から、サービス間に全部見終わっても、次、それを見たければ入らざるを得ないようなね、ことを最初から計画してたらしいですよ。まあ、当然アップルはそう考えますよね。ただ、よく考えれば、やっぱ NHK の受信料を払わなければ、アップルとね、僕テレビ持ってないんですけど、NHK の受信料を払わなければ、アップルとネットフリックス見れるんですよね。そっちの方が、やっぱり本当文化的にも、すごい、やっぱり豊かになるんじゃないかなと思います。で、最後にやっぱその残念なのは、やっぱその日本でこのドラマのことを、やっぱり、なかなか知られてないんですけども、このドラマをね、反日ドラマだなんていう一言で片付ける日本が本当に残念なんですよね、現状が。で、当たり前だけどこれ、1930年代の生野区と、それからバブルの時代の日本、東京とか大阪を舞台にしてるんで、
このドラマを作るためには、アメリカの、ね、その会社が作ってるわけだけども、日本の映画プロダクションとか、そういった芸能関係者の協力なしにこのドラマってできなかったんですよね。うん。それだけやっぱ日本人が関わってるのに、この反日ドラマって片付けるのは非常に残念だってことと、本当ね、見てもらったらわかるんですけども、ステレオタイプな日本人は 100% 悪だみたいなね。うん。もう、で、その朝鮮半島はもう虐げられてて 100% 正しいみたいな。そんなやっぱりそのほら、浅い描かれ方はしてないので、うん。結構そこら辺でやっぱ人間の心理っていうものを本当にすごく、書いてるので見ていただきたいなと思うんですよね。はい、わかりました。